おはようございます。今日はなんと待ちに待ったブラックフライデーでございます。そう、あたりは夜なんだけど、1年で1回のもう全てのものが安くなる金曜日みたいな感じで、今日はなんか街中セールみたいな感じでいろんなものがね販売されるので、今日は今ね現在の時刻が4時ぐらいなんだけど、ちょっとこっから車で3時間4時間ぐらいめちゃくちゃでかいアウトレットに行きたいと思うので、今日はその様子をお届けしていきたいと思います。レッツゴー。見て、見えるか分かんないんだけど LA の空が超綺麗で、もうね星が超見えんだよね。やべ、そんなこと言ってる場合じゃない、早く行かないと。今日はね友達と2人で行きたいと思うので、ちょっと一回友達と合流しに行きたいと思います。俺の買った念願のタコマトラック、最近愛着湧いてきた、可愛く見えてくる。ちょっと早く行かねえと。というわけで着きました。というわけで現在6時でございます。友達のケニーです。やっほー。うわ、やばいね、こんな感じなんだ。だけどだいぶ人いるな。始まって20分ぐらい。うん、20分ぐらい。ちなみに今日何時に起きた？今日は寝てません。今日は寝ない、マジで寝ない。そう、寝ないで来た。本当は3時ぐらいに起きて来ようと思ったんだけど、結局寝る時間なくて寝ないで来ました。え、ブラックフライデーってどんぐらい安くなるの？本当に店によるんだけど、50% とか、店によったら 70% はもしかしたら運が良かったら。マジ？いや、本当に基本的に全部安くなる。いいね。だから買いすぎは注意ですね。そうだね。なんで今からちょっとたくさん買い物していきたいと思います。でも待って、これやばいんだけど。どんだけ並んでんの？え、グッチやばくない？やばいやばいやばい、すごっ。めちゃくちゃ並んでるわ。開始20分だよ、まだ。マジでこれグッチ入れねえな、今日。入れないね。マジでこれ多分入んのにさ、何時間とかかかるレベルだよね。そうそうそう、だからグッチ派の友達とかを、うん、本当はああ、なるほどね、そういうことか。あ、バーバリーもめっちゃ待って、これ入れなくね？これ入れなくない？どっか決めてさ、1個並ぼう。そうだね。で、俺あれするよ、朝ごはん買ってくれよ。そうしよう。というわけでナイキに入れました。すげえ、ナイキに入れたんだけど人がすごいわ。そう、こっちでなんかジムもね、この間契約してトレーニングとか行きたいんだけど、スポーツウェアをね一つも持ってきてなかったから、今日はスポーツウェアとかトレーニングシューズをちょっと買いたいと思います。こっちのアウトレット どんな感じなんだろうね。東京っていうか日本と一緒なのかな。すげえ人がやっぱすごい。安くなってんのと安くなってないのがあるな。クリスマスソックスめっちゃ可愛い。これすごい、これ子供用か。あ、大きいのもあるわ。これ普通のやついくらぐらいするんだろう。多分半額ぐらいになってんだ。これめっちゃかっこいいわ。ちょっとスポーツウェア買います。え、すごい、ここ日本語で出る。これジャパニーズ。ジャパニーズ。Okay. Yeah. I'm from Japan. Thank you. というわけで無事ナイキで買いました。4点買った。よっしゃ、行くか次。行きましょう。Let's go.
ったりいいけど、ちょっと厚底なんだよなこれ。厚底じゃないのが欲しかったけど、うわ迷うなこれ。80ドル、めちゃくちゃ安いよ。やっと天気が良くなってきました。今は8時ぐらいだね。もう2時間経ったのか。自分的に12時とかじゃない。ね、今ラルフローレに来たんだけど、このラルフズコーヒーのラスト1点、これ多分日本にも売ってるかもしれないんだけど、やっぱラルフローレンはこっちのブランドだから基本的に全部安い。ラストワンマグ、あ、今日の服装とぴったり。これが20ドル。そう、ちょうどマグカップ欲しかったから。そう、ここだけなんだけど、これとかコーヒー豆も売ってる。コーヒー豆いくらなんだろう。コーヒー豆ちょっといくらか分かんないけど、ここのラルフローレンはめちゃくちゃでかい。 T シャツとか売ってるのかな日本に。めっちゃでかい。ちょっとみんなに紹介するか。これとかめっちゃ可愛いね。これとかいくらなんだろう。あ、これとかはまあ普通に168ドル、まあ18,000〜19,000ぐらいかな。2万円弱ぐらい。こっちの T シャツは 50% オフ。ザ・デニムショー、基本的に安くなってる。この辺とかも 50% オフ。すごい、もうこの荒れ方がブラックフライデーって感じするね。お、ネクタイとかも売ってる。可愛いスカーフとかないか。すごい、スーツ持ってるんだ。わお、スーツは3分の1ぐらいになってる。700ドルぐらい、7万6万ぐらい。けどもともと20万だって。高っ。いいねこういうシャツも。あ、これちょっとあれだね、ラグジュアリーラインのやつだけど、これもめっちゃ安くなってる。わお、こういう人気なセーターは全然安くなってない。398円というわけで買っていきます。現在朝の9時で人はほぼ満員です。わあ、すごいねこの人。お祭りだね完全に。そう、一つ入るのにもこんな並ぶから、1年間で一番並ぶと思うこれ。ディズニーとかよりも、いや1時間2時間ぐらい並ぶみたいだから。これ何の列だ。グッチの列かな。グッチが一番人気みたい。僕は今2つ買えたけど、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。ここすげえ。めちゃくちゃスニーカーある。けどね、値段書いてないな。これ多分普通に高いと思う。Let's get some rest. Let's get some rest. Let's get some rest. I'm tired. Let's get some rest.今買い物が終わり、今日のお昼ご飯はIn and out です。今日も行ってきます。イエイ。わお、めちゃくちゃ混んでる。ここ多分今日ブラックフライデーだから。 So many. Just I wanna get out of here. It's really good. I'm all silent. For me, it's really interesting. Can I get number one? I'm a Thai. Anything else? That's it. Where's the tree here? Oh, here. Yes, number two. Thank you. Thank you.Thank you so much. Asuka, sorry? Ah, yeah. Yeah, 毎日勉強だな、本当。Let's get to a sunrise. Let's get some rest. 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 Can I get some rest? Can I get some rest? 34. 34. 34.34? Yeah. 36 and 37. Thank you. こっちの店員さんは全然マスクしてない。Wow, so beautiful. 絶対あったんだよ。うまっ。
レンアウトのおすすめとかあります？ダブダブバーガーナンバーワン、ナンバーワンにポテトのアニマルスタイルハンバーガーのアニマルスタイルも一回食べてみて、今度それありますとあります。あと毎日ハンバーガーかピザ食ってんの。選択肢がハンバーガーはピザ。なんか今デザートヒルズっていう大きいアウトレットで 4,5 時間ぐらい買い物したんだけど、基本的にどこに入るにもすごい並んで、ほんと長いところは多分1時間とか2時間ぐらい並ぶんだけど、ちょっとそれに耐えれなくてもう出てきました。なんかブラックフライデーは多分日本でいう初売りセールみたいな感じで、福袋とかは全然ないんだけど、基本的に全体的に安くなってる。もちろん安くなってない商品も全然あるんだけど、全体的に安くなってて、そうみんなが気合い入れて、そういうなんかいろんなところに買い物に行く日で、プチェーンで一番混むとこも、まあ、気合いの入り方はみんな違うよ、ね、みんな大体事前に欲しいものリスト書いて、なるほどね、ここでここを買うみたいな。なるほど。ちょっと俺全然甘かったわ。欲しいものリスト作ったはいいんだけど、どこの店で本当にこれが欲しいみたいなのってまだ全然作ってなかったから、まあなんか行ってあれいいものあればいいかなっていう感じで。ブラックフライデーってアウトレット以外にも安くなったのかなっていうのこのハンバーガーがマジで美味しい。これで4ドル75セントだからめちゃくちゃ安い、ね、ビッグマックと同じぐらい多分。皆さんにここでお知らせがございます。なんとこの度 LA 記念ということで僕のニューグッズを発売します。今回は僕がね LA に来るということ でここにね LA って入ってるのと、ブルーはパーカーで、こっちグリーンはトレーナーの、こちら2種類、こちら期間限定で数量枚数限定で発売したいと思います。こちら後ろのデザインがこんな感じになってて、で僕が大好きな渚さんっていうクリエイターの方と一緒に作成したんだけど、このパーカーとトレーナーはマジで超数量限定。ぜひ気になる方は下の概要欄に詳しく載せてあるんで、そこからチェックしてみてください。いやマジでこれ俺が着たいと思って作ったから超イケてる、最高だよね。で後ろはこんな感じになってる。今回はまあフォントデザインとあとカラーリングにこだわったので、まあ僕が海外で生活するっていうのが初めてで、まあその記念にね絶対思い出になるし、こっちに来て思うこととか大変なこととか本当にねなんかいろんな思いがあるんだけど、なんかその思いが詰まったグッズだし、しかも初めてねその自分一人になってチャンネルで出すグッズだから本当に思い出があって、だからすごい本当にいいって思う人とかすごい大切にできる人の元に届いてほしいと思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。すごい自然のパワーを感じる、最高。本当になんか久々にこんな場所に来たな、すげえ鳥肌立ってる。あー最高、誰もいないこの大自然、ロサンゼルスに来てよかったわ。あーすげえパワー感じる、なんか泣けてくるわ、最高。頑張ろうマジで。というわけで昨日ブラックフライデーでね買ったものをちょっと今日紹介したいと思います。昨日ちょっともう疲れすぎて寝ちゃったんだけど、なんかそんなに正直買ってないんだけど、点数的にはね紹介していきたいと思います。まず1点目はこちら、ナイキのスポーツウェアで、これもともと120ドルぐらいが70ドルぐらいになってました。こっちに来てスポーツウェアを持ってきてなくて、まあ持ってきてるんだけど1着ずつぐらいしか持ってきてなくて、 T シャツは3枚ぐらい持ってるんだけど、でジムを契約したのでジムで着る用のスポーツウェアです。これとあとこれに合わせてねセットアップで着れるそうトップスで、これが65ドルが44ドルになっていました。まあ大体日本円でいうと5000円ぐらいかな。
とあとは半袖、半袖の T シャツ、ナイキの。これは45ドルが34ドル、まあ4000円ぐらいになってたのと、ナイキでは4点。あとはソックス、3枚入りのソックス、これが20ドルが15ドルになってました。まあだから本当に安くなるって言っても、ナイキとかでもこんなもん、だいたい 20-30% ぐらい安くなってましたけど、なんかアメリカ、今のこっちの LA って試着できないところも結構多くて、なんかそういうのは結構面白いなと思ったんだけど、なんかトイレとかで試着をして、合わなかったら返品ができるらしい。だから基本トイレも結構混んでて、アウトレットもみんな試着できないところとかはアウトレットのトイレで試着してました。ああ、いいね、ぴったりだ、よかった、危ね。ああ、めっちゃいいじゃん。試着してなかったかな。けどさ、こっちのサイズって結構むずくて、これサイズいくつだ、これで M、 日本だったらだいたい L とか XL 買うんだけど、この間 T シャツ、 XL の T シャツ買った、ほんとでかすぎて、やっぱりその規格が違うというか、同じなのかな、ナイキとかだったら一緒かもしれないけど、そうだからあえてちょっとワンサイズぐらいちっちゃいのを試着するようにしてます。で、あともう一つはこちら、これ動画でもね紹介したんですけど、これラルフローレンで、これめっちゃ可愛いよ、ラルフスコーヒー、これね、ラルフローレンが出してるコーヒー屋さん、表参道にもある、そのコーヒー、これが20ドルでした。日本で買ったら4000円ぐらいしたの、確かに。これ結構お得だなと思って。このマグカップと、そう、マグカップも何もないからね今本当にね、そう、ライフライン整えるっていう話したんだけど、そういうのがマジ大変、コップも食器も全部ない。あとはこのキーチェーンを買って、なんかキーチェーン本当にあの全部必要で、このキーチェーンのめっちゃ薄い、ちょっと見えるかな、このめっちゃ薄い、なんていうの、この丸い輪っかで繋がれてるんだけど、これ怖くて、で俺一回これ壊れちゃったのね、で鍵なくしたら本当にやばいから、でなんかこのキーチェーンを買おうと思って買いました。だからもうとりあえず今回買ったのは今本当に必要なものと買いに行きました。で、なんか本当はもっといろいろ家電製品とかも見に行きたかったんだけど、やっぱ思ったより人がいて時間がなくて見に行けませんでした。なのでこれから、まあ、来年みんなブラックフライデーとかね来るかもしれない方は、本当にピックアップしてもうこれを買いたいっていうのを決めてから来た方がいいです。まあそれはそうなんだけど、初売りとかもそうじゃん。あとブラックフライデーではないんだけど、帽子をねこっちに来て買ったから、それだけ紹介したいと思います。これウエストコースト、これ多分ね日本に売ってないと思うんだよね。これニューエラのドジャースのウエストコーストとヤンキースのエンパイアステートのキャップ、これさ多分見たことないと思うんだよね。あるのかな日本にも。でこれが一つ43ドルです。めちゃくちゃ安い、ニューエラ安い、マジ4500円、5000円弱ぐらい、4700円。ウエストコーストのこんな感じの帽子を買いました。今年のねブラックフライデーまだ来て本当に10日、2週間ぐらいだからね、まだ正直右も左もわからない状態でブラックフライデーに参加したんだけど、まあすごい楽しかったです。これからまだやることがたくさんあるので、あとは正直メルローズとかも買い物行きたいし、なんかまだ全然行けてなくて、そう本当はね買い物とかも行きたいし、あとはなんか家具とかも見に行きたいんだけど、まあ正直そんな余裕がないので、まあ余裕が出たらそういう動画も上げていきたいと思うので、ぜひ皆さんお楽しみに待っててください。次の動画もお楽しみに、バイ。Whatever happens doesn't matter.